はい、こんにちは。今日は天気が荒れていて何もできないなと思ったので、午前中久しぶりに逆ショッピングで断活をしてみました。動画を撮るつもりはなかったんですけど、想像以上のものが集まったので、今回は手放す理由とその方法ややり方などご紹介しながらお話を進めていこうと思うので、断活を始めたい方とか片付けマンネリ化しているっていう方の何か参考になればいいなと思います。で、私は物自体は大好きなのでお買い物はします。なのでその都度とか何かモヤモヤしたタイミングとかでいろんなところを見直したりはよくしているんですね。だから改めて逆ショッピングをした時に、あれ、こんなにも物が出てくるって不思議だなと毎回思ってしまいます。なんですが、今回一つだけ学びになったのが、そのワンインワンアウトとか日々の見直しの中では、お洋服とか本とか書類とか、あとお料理好きな方だったら食器とかキッチン周りのそういった大きなものとかは日々見直すことがあるんですけど、こういう逆ショッピングとか改めて時間を設けてやると、すごく細々したこうお金を出して買ったものではないものとか、これ何であるんだろうっていう細かいものがたくさん出てくるので、面白いなと思って今日はお話ししていこうと思います。断活のタイミングとしては、季節が変わるとか環境が変わる、好みが変わるっていう何か変化のタイミングであったり、漠然とモヤモヤするとかストレスが溜まっているとかいうタイミングにもすると結構はかどると思うので、ぜひ何か最近モヤモヤするなとか、なんかイライラするなって方はやってみてください。ではまず逆ショッピングの準備するものなんですが、気分が上がるしまとまった方がはかどるので、何かカゴ、なければ袋のようなものがあるといいと思います。そしてもう一つは、小さなゴミ袋も一緒に持っていくと、すぐあ、これいらないなとか、なんでここにあったんだっていう汚いものとかも入れられるのでいいかなと今回思いました。そしてそもそもやり方なんですけど、カゴを持ってひたすら家の中とか収納を開けていって見直す、でいらないなって思ったものをどんどんカゴに入れていくっていうシンプルなやり方です。で、ここで注意点が一つだけありまして、分別は関係なく、とにかくカゴに入れていくっていう方がおすすめです。断活とか片付けをするにおいて、もったいないとかめんどくさいっていう感情ってすごく敵なので、そこは一旦置いておいて、とにかくカゴに入れる、分別は後回しにしてカゴに入れるっていうやり方で私はやっています。で、手放す時に考えるやり方なんですが、主に皆さん捨てる、譲る、売るっていう3パターンが挙げられるかなと思うんですけど、今回はそれに加えて別の方法で残すか買い替えるっていう手段も取り入れてみようと思います。そしてもう一つおまけとして、リピート買いしないものっていう枠も入れました。これは何かというと、ほとんどが消耗品だと思うんですけど、まあ、これもうすぐ使い切るから買いに行かなきゃって思うもの日々あるじゃないですか。で、それって本当に必要なのかなってその時に考えるということです。例えばパックとか洗剤も2種類で使ってて1個が切れたら買いに行くではなくて、とりあえずこの1個でやってみようかなとか、リピート買いする前に考えることで増やすことをやめる、妨げるっていうことができるんじゃないかなと思いました。ということで、私は今回その5つに分けて考えたのでお話ししていきます。はい、で、今回逆ショッピングで集まったのがこれです。この逆ショッピングの効果としては、こう1つに集めることで、なんかこれを見た時にテンションが上がるものではないなってことに気づけるからです。いらないなとか迷っているものを集めると、やっぱりキラキラして見えなかったりとか、あ、なんでこれ置いてたんだろうっていうものが、そういう風に見えてくるのが不思議とわかるので、いらないもの、断活したいものを集めるっていうのは、次にお買い物を失敗しないための一つ学びにもなるかなと思っています。そしてこれは今回個人的な成果だなと思ったことなんですけど、今回はなんか買って失敗したものというよりも、本当にその他、なんて言うんだろうな、もう本当にお役目が終わったものとかっていうものが多いので、お買い物の失敗とかそういうのが減ってきたなっていうのが今回自分の中で分かったので、一つ良かったなと思います。はい、それではまず1つ目、細かいものが多いんですけど、捨てようと思っているものから理由とともにお話ししていくので、皆さんも当てはめながら考えていただけたらと思います。まず捨てるってなると、消費期限が過ぎているものとか、
もうボロボロで譲れないものなど挙げられると思いますが、それで言うと私は本当にね細かいものが多いんですけど、まず一つ目がこれ、目薬。目薬ってたまに必要になるけど、私花粉症でもないしコンタクトもしてないので絶対使い切らないんですよね。乾き目の時にだけ欲しいなって思うので、こういうなんていうんだろう、使い切りのものを買ったりしていたんですけど、2つだけ残ってよくよく見るとご期限が過ぎてしまっていたので、まあ、これは半端だしもう捨てようと思いました。そして売ったり譲ったりできないものの一つで、使ったものとかも挙げられるかと思います。で、私はこの夏買ったんですが、一つ失敗してしまったなという勉強代ということで、このスティックタイプの塗る日焼け止め、これも断髪しようと思います。半分ぐらいは使ってみたんですけど、熱ですぐ溶けてしまってドロドロになってしまいました。ということで、ちょっともったいないなと思って残してしまっていたのも、今回これを機に手放そうと思います。キッチン周りがテリトリーの方とかは、食材とかの賞味期限、消費期限や、あとコスメだったりも消費期限があると思うので、これ使わないけどどうしようかな、もったいないなって思っているものはどれくらい経ったかっていうのを見てみると、案外踏ん切りがつくと思います。そして次に捨てるものの基準として、売れない、譲れない、そもそも誰が使っても得がないというもので挙げられるのが個人的なものですね。私の場合、この鍵を捨てようと思います。ポーチの中にジャラジャラと入っていて、この前見直ししたつもりだったんですけど出てきました。これがあのトランクケースの鍵と、もう一つが無印のキャリーケースの鍵でした。でもこれ一回も使ったことないし、今後使う予定もないし、そもそも手荷物を預ける機会がないということで、多分これね、分別めんどくさいなと思ってずっと残してあったと思うので、これもこれを機に断髪しようと思います。本当にチリツモでこういうのどんどん積もっていってしまって、なんだこれはっていうのが日に日に増えていってしまうものだと思います。あ、そして捨てるものの一つで、これが可愛いんですけど、虫除けスプレーです。半分ぐらい残っているんですけど、今年の夏虫除け兼 UV スプレーを買って、それがすごく良かったので、この夏そういえば使ってないなと思いました。個人的にはこれよりアロマスプレーの方が効果があったし、 UV も兼ねているので、2個持っているものは1個に絞ろうということで断髪しようと思います。そして手放すものを減らす、お買い物の手間を減らす、洗濯を減らすっていう意味では、自分のお気に入りの定番品を決めると、次お買い物するときに悩む手間もないし、こうやって2つ持つ必要もなくなるので、この夏虫除けの自分の定番品が決まってよかったなと思います。はい、そして次に2つ目の譲るなんですが、これは売る譲るは、まあ、人によって同じような括りかもしれないんですけど、まあ、どちらも状態がいいものであったり、こう価値がまだあるものっていうものが挙げられるかと思います。で、やっぱりまだ使えるもので状態がいいものだけど好みやサイズが変わってしまったものって、捨てるってなるとちょっと躊躇してしまうので、売るか譲るのがベストかなとは思うんですけど、こう譲る際とかあげる際には、本当にその人の負担にならないかっていうのをよくよく考えるようにはしています。これいるって言ったら結構、あ、欲しい、持ってないしとか言ってもらってくれる場合が多いんですけど、もらえても断れなかったりとか、もったいない精神とかでもらってくれたりもして、結局その人の人からもらったけど捨てられないものの中にランクインしてしまって負担になってしまうってことは一番避けたいことなので、きちんとコミュニケーションとって、本当に必要であればあげたり譲ったりして、そうでなければお金を出して買ってくれる、もっと本当に必要としてくれる人のために売るっていうのがベストかなと思います。で、その中でも今回一つ譲ることになったのがこれ、そう、アブラサスのマネークリップ。これ3年ほど使っていてすごく馴染んで気に入ってはいるんですけど、今回私はお財布をプロデュースさせてもらってそれを使っているので、これはね、ちょっといろいろカードを入れてみたりレシート入れてみたりって別の用途を試してみたんですけど、やっぱりこれはマネークリップだなと思ったので、最近ミニマリストに興味を示したお友達がいたので試しに使ってみるって聞いたら、あ、
試しに使ってみたいと言ってくれたので、もう本当に使ってみて違うなと思ったら手放してねっていう約束のもと、お試しで譲ってみることにしました。これも正直押し売りになってないか不安なんですが、そして今回文房具が結構出てきました。私は文房具はこのちょっと可愛くないんですが、綿棒の空ケースに立てて今入れてまして、これに入る分くらいで少量管理していたつもりだったんですけど、ここもね見直すと、え、これいつ使ったっけっていうのが出てきました。ということで一つ目がカッター、これもう刃があと少しなので、まあこれは気に入って思ったのと、やっぱりこういうものって一人暮らしではないと誰かが持っていたりするので、こういう文房具を持ち出すこともないので、お家の中で使うにも一つあればいいなと思ったので、カッター断括します。そしてスティックのり、あれこれ私なんで買ったかなと思ったんですけど、多分フリーランスになりたての時に書類をよく書くことがあってだったと思うんですが、これも本当にいつ使ったという感じだし、彼に聞いたらノリを持っているということだったので断括します。でも基本的に贈り物って大きな荷物だったらテープでやってしまうし、あとは大体私郵便局で送るので、ノリ自分の使ってなかったんだなと思います。こうやってもう日常的に景色になってしまっていたので、当たり前にあって使わないことにも気づいていないっていう違和感に気づけてなかったものの一つだなと思います。そして文房具もう一つが、この小さい消しゴムで、私よく考えたらボールペンしか持っていなくて鉛筆シャーペン持ってないんですよね。でなんで消しゴム持ってたんだっけなと思ったら、あ、前のお家の時に壁を掃除するために使ってたなと思ったんですけど、もう使わないし、いらないし、断括しようと思います。そう、文房具に関しては学生時代になんかたくさんペンとかいろいろ持っていて、それが溜まっていたのをいつか大きく断括したことがあったんですけど、そういった使えるものがたくさんいらないって思った時は寄付できるところもあるので、そういうのを活用するといいと思います。私はその当時好きで通っていた雑貨屋さんがあって、そこのレジ横にこうどこかの国に寄付するんでいらない文房具集めてますっていうカゴを見つけたので、そこにドドンと持っていったのを覚えています。ということで次に売るなんですけど、まあ売るは皆さん基準がしっかりしてるかなと思いますが、値打ちがつきそうなものとか状態がいいもの、あとは大きくて処分にお金がかかりそうなものとかだと思います。あとは本とかですかね、割と新しいものとか紙で読みたいけど読んだら手放したいっていう方は、読んですぐリサイクルショップに売る人もよく聞きます。で今回私が売ろうかなと思っているのがカメラストラップなんですが、これ確かいつか自分で断括した時に最近使ってないし使う予定ないなと思って断括対象に入れた記憶があるんですけど、多分その断括ゾーンに置いていて分別云々で残っていたものを、あ、やっぱり使うかもって戻した記憶があります。でそれも引っ越し前だったので、それからこう収納に眠っていたんですけど、もうね最後に使ったの2年前くらいです。なんせすぐコロナ禍に突入してしまって、カメラをぶら下げてお出かけするってことがほぼほぼなくなったので、あとはこのベルトがね太くてしっかりしてるんですけど、どうしても肩が凝ってしまってこれをね使わなかった記憶があります。で一旦戻しても使っていないので、今回は潔く断括しようと思います。はい、ということで次はさっきお話しした4つ目の別の形で残すと買い換えるということなんですけど、少ないものでスキル暮らしたいって思った時に物をアップデートするっていうことは必須になってくるかなと思います。やっぱり時代は進化するし、いいもの便利なものってたくさんあるので、むやみやたらに買うのは良くないと思うけど、でも一つのものをよりいいものにして長持ちさせたりとか、二つのものを一つで兼用できるんだったら、その方が物の数は少なく減らしたりできますね。スマホとかはそのまさに代名詞だと思うんですけど、このものは断括するけど代わりにこれを取り入れて二つあったものを一つにするっていうのは大事なステップだと思っています。という点で今回手放すのがこれ、これは薄い鏡なんですね、カードサイズのもので、これをさっき紹介したアブラサスの薄いマネークリップにここにこんな感じで入れていて、まあ押さえる剣
手鏡みたいな感じで使っていたんですけど、まあ、スマホでね確認する方も多いと思うんですけど、私はスマホの画面自体にミラーの役割をするシートを貼って、最近はそれでちょっとした身だしなみを確認できるようになってきたので、これを手放そうと思います。でもこれセットで使っていてよかったので、友達に一緒に譲ろうと思います。はい、あとは別の形で残すっていう意味で言うと、今回はやってないんですけど、書類系のものとか思い出のもの、紙とか物で残っているものをデータとして残すっていうのも大事かなと思います。もちろん全部捨てなくてもいいと思うんですけど、私がよくやるのは書類とかいただいた名刺っていうのはスキャンして残すようにしています。あれって残しておくのが大事ではないと思うんですよね。その情報が大事なことであって、たくさんお家に保管されて管理できないっていうのは本末転倒だと思うので、私は iPhone のメモのところでスキャンをして毎回保存しています。なのでお家に名刺が何も溜まってる人とかはぜひおすすめなのでやってみてください。はい、といったところでちょっと番外編になるんですが、想像以上にカードも段割できるなと思って出てきたのがこの4枚。これもちょっと景色になっていたものの一つだなと思って反省しました。で、1枚目がいつかの歯医者さんのカードです。これは前の仕事に就いていた時に職場の近くで通っていた歯医者さんのカードなので、もう絶対いらないです。そして2枚目はシネマカード。これは前の家の時に近くの映画館によく行っていて、お得なので作ってしまったカードですが、この映画館が近くにないのでこれも段割で、もう一つが新幹線のエクスプレスカードだったかな。これもいつしか進化してもうスイカだけで入れるようになったので、このカード自体は不要になったはずなので、これも手放せますね。もう一つが LINE Pay のカードですね。今はクレジットカードに戻したし、 LINE Pay 自体は入ってるんですけど、もうスマホだけで完結するし、昔格安 SIM の時は LINE Pay にお世話になっていたんですけど、今はそういった状況も変わったので、これもういらないじゃんと思ってカードを4枚も処分することができました。あともう一つ、思い出のものではないんですけど、これ使うかもしれないし、ちょっと未練というか過去にすがりついている系のものを一つ今回捨てようと思います。これちょっと表は見せられないんですけど、食品衛生責任者のこういうボードですね。よく飲食店で見るかと思うんですけど、これを20代半ばに取ったんですね。で、これって自分の名前も書いてあるし、いやもしかしたらいつか使うかもしれないし、一応取ったしっていうので、なぜかこのプレートだけ残していたんですけど、これは正直今後私の生活で役に立つことはないなと思ったので、今回思い切って手放そうと思います。そしてあと今のように環境とか状況が変わったことによって手放せるものの一つとして、なんかこういう電気につけるやつ、今回のうちでは全く必要がないというか、つけられるようなところがなかったので、これもいつか使うかなと思ってたんですけど使わなそうです。はい、そして最後5つ目なんですけど、これは手放すというよりも使い切ってリピートしないものっていう意味で、実質減るものっていうカウントにしようかなと思ったんですけど、1つ目がまつげ美容液。まつげ美容液、以前まつげパーマに通っていた時から使い始めて、これ違う種類を試していたんですけど、これ自体個人的にはあんまり効果がなかったりとか、なので以前のものを買い直そうかな、次は買おうかなって思っていたんですけど、これも必須かと言われるとそうではないな、プラスアルファアイテムだなと思ったり、最近はちょっとコロナを言い訳にまつげパーマは全然通ってないので、まつげ美容液もリピートするのはやめようということに決めました。なんかこうやって一つ選択肢を絞る、やらないことを決めるっていうのが段割がはかどるポイントとか、物を減らせる一つのポイントだなと思います。そしてもう一つがこれ、大きなアベンのウォータースプレータイプの化粧水です。これも前の家の時に買って、これをお風呂の後にささっと塗って乾かないようにして、その後スキンケアするっていうのをやっていたんですけど、まあ、このスプレータイプがね便利でいいなと思って、アベンヌウォーター有名だけど使ったことないしと思って買ったんですけど、まあ、実際大きいしお風呂の前に化粧水持ってけばいいかっていう結論に
なったので、まあ便利だったけどリピートはしないとこうっていう意味で、こういったもちろん必要な方はいいんですけど、私にとってはプラスアルファとして買っていたものっていうのは一旦またリセットして減らしていこうと思いました。はい、っていう感じで長々とお話ししてきましたが、本当に細かいものがたくさん出てきて、まあ、あってもそんなに場所は取らないけど、何かモヤモヤするなとか、このためにこの収納用意してたなっていうのがあったりするので、こういった機会に減らせてよかったなと思います。そして最後に、これは手放すわけではないけど、出た汚れもついつい溜まっちゃうんだよね、アイテムの一つで、こういう試供品とかサンプル品の化粧水です。で、これ以前見直した時にも出てきて、私は手放したんですけど、今回は2つだったので、これはもう今日使おうと思います。で、今日使おう、明日使おう、今度の旅行の時に使おうって思っていると、それでどんどん溜まってしまうので、これはもう1個なので、マステで貼ってお風呂の前につけておいて、絶対今日使うと思います。はい、という感じで私は主に2つの収納を大きく見直したんですけど、結構量が減って隙間が空いた時に、あ、これ目立つなっていうものとか、やった方がスッキリするんじゃないかなって思ったものがあるので、おまけでご紹介します。一つ目は箱つぶしです。もう中身が少ないのにパッケージが残っているものとか、これは箱にわざわざ入れなくてもいいんじゃないかって思うものの、そういう箱とか袋をどんどん減らしていく、そうするとスッキリするし、関連して物も減らせるっていうところで、箱つぶしとか袋捨てということで、今日は天気が悪いのでお家の中をスッキリさせようと思って、久しぶりに逆ショッピングをやってみました。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。それでは。